いろいろありますけれども、はい、そのオーバーラップしていくのかインサイドでインナーラップしていくのか、ね、このあたりもいろいろバリエーションがあって面白いですね。サイドバックが最近本当トリビザンからの長いボール、渡辺の頭の上です。三つ丸が戻したボール狙っていた。ここはバーの上、柏はヒヤッとしました。 FC 東京ディエゴ・リベラチャンスが来ましたが、バーの上、そうですね、フォースには成長した姿を見せたいと、ね、誰もが思いますからね。はい、はい、来ました。ここからで、そして保全来た。ワンチャンスしっかりとものにしました柏レーソル。一本目のシュートです。はい、シュートでゴール。開幕から2戦連発。この先頭と山田のパス交換からですよ、うん、そしてサビオが中に入ってきて、はい、タイミングよく細谷が抜け出して、ここの位置で打てると必ずアクションしますからね細谷は、はい、シュートの精度もあります。振り抜きも早いし、抑えた低いシュートでね、はい、まあ、またを抜きましたけど、塚川へ、塚川シュート、中へのボール、ファーサイド、余っていた。まだ言う飛んだ。ファーに流れてきたボールしっかりと叩き込みました。同点に追いついた FC 東京です。はい、スローインからでしたけども、まあ、ちょっと三つ丸が相手の置きどころを間違えてしまったっていう形で、そこをただ塚が打ち込んでクロス、アダユートンが入り込んでの見事なプッシュでしたね。やってますね、足元のパスは。そしてディエゴ・リベイラに対する、いや、ディエゴ・リベイラに失礼、ファールを取りました。その前のところ、バングーナガンで巻いていく、面白い、お、直接向かっていきましたが片山のクリアでした。そして渡辺のヘッド、そしてトリビザンのシュートですが、これはキャッチをします佐々木です。さあ、ここからカウンター、そしてこのキック、またこれ風で曲がるということなんですね、はい、風で初めてのこのキックで中村が左、あ、右動き出していて、そちらを使う、このボール面白い、枠の右でした。アダユートン、アダユートン、クロスを入れる、はい、トレミザーン、枠の右でした。クロスにトレビザン、ユースから昇格。さあ、ここはアダユートンからのボールになる、これは枠の左だ、渡辺龍馬、マテウサビオ、シュートはディフレクションある、まだあります。おっと、あ、ここはファール、カードも準備をされています。中村にイエローが出されます。エリアの外でのファールです。そうですね、これで2枚目で退場。ここで長い笛が吹かれました。